那升堂了。升堂了。世界的株安に歯止めがかからない。ニューヨークでは87年10月19日のブラックマンデーを上回る過去最大の下げ幅を記録し、取引停止措置が初めて発動された。それを受け東京でも日経平均株価は年初来安値を更新し、香港でもハンセン指数が2年2ヶ月ぶりに一時的に9000ポイント台を割り込んだ。この先世界市場はどうなるのか。21世紀の世界情勢を左右する米朝首脳会談がアメリカ時間の29日に始まる。天安門事件以来冷え切っていた両者の関係はどうなるのか、今日の特集です。こんばんは。こんばんは。10月28日火曜日のワールドビジネスサテライトです。世界的な株安に歯止めがかかりません。あと30分ほどに始まりますニューヨーク株式市場に今世界の注目が集まっているわけですが、今日は番組を30分拡大して3部構成で世界的な株安の背景、そして今後の動きはどうなるのか詳しくお伝えしてまいります。まずは今日の世界のマーケットの動きからです。香港の株価の急落をきっかけに世界で同時に株価が急落し、27日のニューヨーク株式市場は先週末の終値に比べて554ドル安と87年のブラックマンデーを上回る過去最大の下げ幅を記録しました。これを受けまして今日の東京株式市場では日経平均株価が年初来の安値を更新し、香港の株式相場も大幅に続落しました。27日のニューヨーク株式市場では香港市場の大幅な反落を嫌気して売りが殺到し、取引停止措置を交えながらダウは先週末に比べて554ドル26セント安い7161ドル15セントで引けました。ダウの下げ幅は10年前の87年に株価が暴落したブラックマンデーを上回りました。これを受けて今日の東京株式市場では全面安となり、日経平均株価の終値は昨日に比べて725円67銭安の1万6312円69銭安と連日の年初来安値を更新しました。アジア向け融資の不良債権化が懸念される銀行株が急落したほか、ニューヨーク株式と連動性の高いハイテク株が売られ、特にソニーは売り物が殺到して値がつきませんでした。また香港の株式相場も大幅に続落し、ハンセン指数は一時2年2ヶ月ぶりに9000ポイント台を割り込みましたが、結局昨日に比べて 1438.31 ポイント安い 9059.31 ポイントで引けました。下げ幅は23日を上回り過去最大となっています。さらに日本時間の今日夕方から取引が始まったロンドンやフランクフルトなどのヨーロッパの株式市場も急落しています。アジアから端を発した市場の動揺が次々と連鎖的に広がり、世界で同時に起きた株価の急落は一段と深刻な局面を迎えています。相場が開いた。